食べても食べてもお腹が空く。すぐ甘いものが欲しくなる。頭がぼーっとして集中できない。その原因、あなたのお腹のカビかもしれません。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回は内山陽子さんが書かれた、お腹のカビが病気の原因だったという本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。疲れやすい、気分が落ち込む、集中力が続かない。そんな方におすすめの本です。なぜなら以上の症状にはすべて、お腹の中のカビが深く関わっているからです。実はどんな人のお腹にも少量のカビは存在しています。そしてこのカビが何らかの原因で大量に増殖してしまうと、体の不調や気分の落ち込み、そして様々な病気の原因になります。お腹の中のカビはあまり認知されていませんが、実はとてもたくさんの現代人がお腹の中のカビのせいで不調に悩まされていると考えられています。ではとりあえずいつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論、お腹の中のカビが様々な不調の原因になる。お腹のカビが増える原因としては、抗生物質の乱用、甘いものの食べ過ぎ、悪い住環境などがある。というわけでこの動画では、1、お腹の中にカビがいるとは、2、カビ大量増殖の3つの原因、3、お腹のカビへの対策という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1. お腹の中にカビがいるとは。カビというと普通はお風呂場とか放置した食品とかに発生するものですよね。まさか自分のお腹の中にカビがいるなんて誰も思いませんよね。しかし現実にお腹のカビによって健康を害している人は非常に多いと言います。そもそもお腹の中、腸の中にはものすごくたくさんの種類の細菌が住んでいます。いわゆる腸内細菌です。その腸内細菌の一種としてカビが生じる場合があるということです。実はどんなに健康な人でもお腹の中にカビが存在しています。健康な人ならごくわずかで、通常は 1% 前後がカビなのだそうです。ところがこのカビが様々な理由によって異常に増殖してしまう。これが体の不調の原因になります。腸の中でカビが大量に増殖することで不調が生じます。例えば食後異常にお腹が張る、ガスが溜まる、食べても食べてもお腹が空く、すぐに甘いものが欲しくなり、パンや甘いものがやめられない、あるいは食後に異常な眠気が起こる、頭がぼーっとして集中できない、酔っ払ったみたいにふわふわする、他にも便秘、下痢、腹痛、慢性的な皮膚トラブル、頭痛、関節痛、記憶力の低下、倦怠感、抑うつ、肛門や陰部のかゆみ、生理前の不調、以上のようなたくさんの不調につながると考えられています。そもそも腸は体の免疫力の 7,8 割を担っています。ですので腸内環境がいいイコール免疫力が高い、逆に腸内環境が悪いイコール免疫力が低いということです。だからこそ腸の中でカビが大量に増殖してしまうと、免疫力が落ちてあらゆる不調の原因になるということです。ではここまでで一章の内容をまとめます。そもそも腸は免疫力の 7,8 割を担う。だから腸内環境が悪くなると体全体が不調になるということ、そしてお腹でカビが増殖すると不調の原因になる。食べても食べてもお腹が空いたり、甘いものが欲しくなったり、集中できなかったり、便秘や下痢の原因になるということでした。では続いて2、カビ大量増殖の3つの原因。カビが大量に増殖してしまう特に重要な3つの原因があります。それは抗生物質の乱用、甘いものの摂りすぎ、そして日本の気候と住居、この3つです。ではそれぞれ掘り下げて解説します。まず1つ目の原因、抗生物質の乱用。この抗生物質の乱用が最大の原因です。体にカビを増やす最大の原因です。その理由を説明します。抗生物質は病気の原因となる細菌を殺すために医療機関で処方される薬です。ただこの抗生物質は目的とする細菌だけでなく、多くの他の細菌も一旦まとめて死滅させてしまいます。ですがこの抗生物質、お腹の中のカビには効かないんですね。カビだけ死なないんです。だから抗生物質を使いすぎるとカビだけが腸内で生き残る、これがカビの増殖につながる原因です。そしてこれらのカビの大好物は甘いものです。そういうわけで腸内にカビが溜まっている人ほど甘いものを求める傾向があります。例えば喘息の子供や風邪をひきやすい子供、中耳炎の子供に日本の一般的な医療機関ではすぐ抗生物質が使われるそうです。そしてこのように抗生物質を多用してきた人はすごく甘いものを欲しがる傾向がよく見られるそうです。これは子供に限らず大人も同様です。もちろん抗生物質は治療のために飲む必要がある場合も当然あります。
そういう場合は他の部分で腸内環境を崩さない、整える行動を増やしていきながら抗生物質を摂取していく必要があるそうです。また加えて最も大きな要因は抗生物質の乱用ですが、他にもピルやステロイドといったホルモン剤の常用、これもカビを増やす原因になるそうです。また感染症を繰り返したりして免疫が異常な状態になると、これまたカビが異常に増殖しやすくなる原因の一つです。では続いて重要な原因の2つ目、甘いものの摂りすぎ。繰り返しですが、甘いものはカビの大好物です。ケーキなどのデザート、甘いお菓子、清涼飲料水やスポーツドリンク、このような甘いものをカビは好みます。ですので甘いものを摂りすぎている人は自分のお腹の中のカビに餌をたくさん与えているというような状態です。しかもお腹の中にカビが増えすぎると、人は無性に甘いものや炭水化物が欲しくなる傾向があります。なぜかというと、お腹にカビが増えすぎると低血糖になるからです。カビが増えると低血糖になりやすい。これはなぜかというと、お腹のカビにエネルギーを横取りされちゃうからです。お腹の中のカビは糖質をエネルギーとして成長します。ですので本来自分たちが使うはずの糖質のエネルギーをカビが横取りしちゃって消費するんですね。このせいでその人本人は低血糖になり、無性に甘いものや炭水化物が欲しくなるという悪循環に陥ってしまいます。では続いて特に重要な原因の3つ目、日本の気候と住居。日本は湿度が高いです。そういうわけで比較的カビが発生しやすい国です。昔は湿気の多い日本では意図的に隙間を作ったり風通しを大事にしていました。しかし現在ではその傾向が薄れています。気密性の高い家が増え、カビが発生しやすくなっています。そしてこのような住居に発生したカビを私たちは知らず知らずのうちに、呼吸をする過程で空気から取り込んだり、食べ物を食べる過程で一緒に取り込んでいます。これもまた体内でカビが増える一因になっています。特にカビが増えやすい場所は風呂場や洗面所、キッチンなどの水回り、そしてクローゼットや引き出し、布団やベッド、カーペットなどの敷物やソファーなど、古い家具や本、雑誌、新聞、家の壁、花瓶や観葉植物、川や海や谷の近くにある家、地下室や倉庫などです。このような場所でカビが発生しやすいので注意が必要です。ではここまでで2章の内容をまとめます。お腹のカビが大量増殖する3つの原因、それは抗生物質の乱用、甘いものの摂りすぎ、日本の気候と住居、この3つが最大の原因です。ではこれらに対して私たちはどのように対抗していくべきなのか、3章の方で解説していきます。では続いて3、お腹のカビへの対策。お腹のカビへの対策は攻めと守り両方で行います。対策の守りに関してはお腹のカビを増やさないようにすることです。そして攻めに関してはお腹のカビを減らしていくことです。この守りと攻めの二軸で考える必要があります。ではまずお腹のカビへの対策、守り編について。守りにおいてまず一番重要なのは、むやみに抗生物質を使わないことです。そもそも人には自然治癒力があります。ですので安静にして消化にいいものを食べていれば自然に治るというような症状は多いです。だから風邪の引き始めやまだ熱が出ていないタイミングなどで早々と抗生物質を取ることはやめましょう。体調が悪いなと感じたら安静にして消化に負担をかけない食事をして自然治癒しましょう。もちろん抗生物質を使わないと治せないタイミングもあるので、そこは医師との相談の上で進めていくべきです。では次に守りにおいて次に大事なのは食事です。食事は大きく6つのポイントがあります。その6つのポイントとは、甘いものを減らす、炭水化物を減らす、遺伝子組み換え食品や添加物を避ける、質の良いタンパク質や新鮮の無農薬の野菜を摂る、バランスよくいろんなものを食べる、カビが生じやすい食品を避ける、この6つがポイントです。この6つがお腹のカビを増やさないポイントです。前述の通り甘いものはカビの餌になります。炭水化物も同じでカビの大好物です。ただ全ての炭水化物が悪いわけではなくて、比較的安全な炭水化物はお米、芋類、そばです。ゼロにする必要はないので少し量を減らすことを意識してみてください。遺伝子組み換え食品や添加物は抗生物質と同じような働きをします。腸内のいい腸内細菌を殺して腸内環境を悪化させるんです。ですので遺伝子組み換え食品や添加物は極力避けましょう。私たちが摂るべきなのは質のいいタンパク質や新鮮な野菜です。質のいいタンパク質や新鮮な野菜は栄養が豊富で腸内環境を整えるメリットもあります。積極的に摂るべきは質のいいタンパク質や野菜です。続いてバランスよくいろんなものを食べることも大事です。偏食すると摂取する栄養のバランスが乱れて栄養不足に陥るからです。偏食せずにバランスよく食べることも重要です。
そして最後にカビが生じやすい食品を避けることです。カビが生じやすい食品としてはトウモロコシ、コーヒー、小麦、大麦、砂糖、ナッツ類、アルコール、チーズ、バナナやパイナップルなどの外国産の果物などです。これらはカビが発生しやすい食品なのであまり取りすぎない方がいいみたいです。コーヒーやナッツ類や果物なんかは多くの書籍では体にいいとされている場合が多いですが、このようなマイナスの側面もあるんですね。まあ何事も偏食せずにいろんなものを適度に食べるのが結局いいのかなと思います。では以上が食事の6つのポイントです。最後に守りの姿勢で大事になるのが住環境をきれいにすることです。先ほど解説した特にカビが増えやすい場所、こういう場所を定期的に掃除したり乾燥させたりしましょう。重要なのは換気です。少なくとも毎日5分くらいは家の窓をすべて開けて空気を総入れ替えするのがいいのだそうです。以上のように抗生物質と食事と住環境、この3つと上手に付き合うことがお腹のカビを増やさない守りの姿勢です。では続いてお腹の中のカビを減らすための攻めの姿勢について。攻めの対策になるのは2つです。それはカビを殺してくれる抗真菌作用を持つ食品を摂ること、それと定期的に体を高温にすること、この2つです。まず1つ目、カビを殺してくれる抗真菌作用を持つ食品を摂る、要はカビを殺してくれる食品です。これは具体的にはニンニク、梅肉、グレープシードオイル、オレガノ、オレガノオイル、ココナッツオイル、MCT オイル、ローズマリー、シナモン、リンゴ酢などが当たります。これらはカビ退治の役割を担ってくれます。ですのでこれらを摂ることで体の不調が良くなる可能性があります。ただし注意点としては一気にたくさんの量を摂らないことです。少量から始めて体調を観察することが必要です。では次に2つ目、定期的に体を高温にする。方法としてはお風呂やサウナを利用して体温を38度以上にしましょう。そうすることで免疫力向上、血流増加、代謝向上、腸内環境が良くなるというメリットを得ることができます。これによりカビ退治ができます。加えて日光浴も有効です。日光浴により体が温まるだけでなく体内でビタミン D が生成されます。これが体の好調につながるので日光浴もおすすめの方法の一つです。というわけで以上、攻めの姿勢は抗真菌作用を持つ食品を摂ること、定期的に体を高温にすることです。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、お腹の中にカビがいるとは。そもそも腸は免疫力の 7,8 割を担います。だからこそお腹でカビが増え腸内環境が悪くなるとあらゆる不調の原因になります。例えば食べても食べてもお腹が空く、甘いものが欲しくなる、集中できない、便秘、下痢などなどです。2、カビ大量増殖の3つの原因、それは抗生物質の乱用、甘いものの摂りすぎ、日本の気候と住居、この3つでした。3、お腹のカビへの対策。対策は守りと攻めで行います。守りとしては抗生物質を控える、6つのポイントを抑えた食事にする、住環境を整える、そして攻めの対策としてはカビを殺してくれる食品を摂る、定期的に体を高温にするという2つでした。もうこれは散々言っていますが、自分に合うものを食べる、平均60点を目指す、これがこのチャンネルのスタンスです。食事に関して気にしだすと本当にキリがありません。100点なんて目指さない方がいいというふうに思っています。あんまり厳しく制限しすぎずに平均60点くらい取れればいいやというスタンスでいることを強くお勧めしています。気にしすぎるとかえってストレスになるからです。また健康において重要なのはやはり食事、睡眠、運動です。食事、睡眠、運動、この3つの項目についてそれぞれ平均60点くらい取れるようにする、これをやれば人生が好転します。これは自信を持って言えます。嘘だと思うならとりあえずやってみてください。60点ならそんなに大変ではありません。今の生活から1つか2つか変えてみるだけで必ずいい変化が現れると思います。ですのでぜひ今日から何か1つ始めてみてください。今回は主に食事に関しての知識が多かったと思います。他の動画でも睡眠や運動や食事に関する知識をたくさん解説していますので、ぜひそちらも復習してみてください。今回紹介した本、お腹のカビが病気の原因だったについてまだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですのでぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下に貼っています。というわけで今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。